ムエタイの聖地であるタイのラジャダムナンスタジアムで開催されている世界最高峰の立ち技格闘技イベント RWS ラジャダムナンワールドシリーズの日本大会であるラジャダムナンワールドシリーズ日本大会 RWS ジャパンが2月12日東京高楽園ホールで開催された試合前にワイクルーを舞うなだかメインではラジャダムナンスタジアム認定スーパーフライ級 52.16kg、タイトルマッチ、が行われ、正規王者のプレイオプラオペップラオファー、タイ、と暫定王者のナダカ、エイワスポーツジム、ヨシナリナダカ、エイワスポーツジム、が対戦し、ナダカがジャッジ3社とも50の44をつける干渉で正規王者となった。ナダカは昨年12月にこの暫定王座を獲得し、 外国人初のラジャダムナンスタジアムの3階級制覇を成し遂げたのだが、カード発表会見では、正規王座を獲得して初めて胸を張って3階級制覇を成し遂げたと言える、と正規王座獲得へ並々ならぬ決意を持っての試合だった。パンチの連打で 1R にダウンを奪う、撮影、ツタノヒロシ。1R、共にサウスポーの構えの両者、プレイオプラーオの左ローに左ハイを返すなだか。 プレイオプラオは前に出て左ロー。ナダカも左ローを返す。圧をかけるプレイオプラオにナダカはジャブ。そしてワンツーの左ストレートからパンチを連打。プレイオプラオはガードを固めしのぐ。ナダカの左ローでスリップダウン。立ち上がったプレイオプラオにナダカがパンチの連打。左ローでプレイオプラオがダウンするとここはダウンの判定。立ち上がって前に出るプレイオプラオだが、ナダカも打ち返す。 オープンスコアはジャッジ3者とも10マイナス8でナダカ。2R、前に出るプレイオプラオをかわして右ジャブ、蹴りのナダカ。カウンターの左肘でプレイオプラオがぐらり、ナダカはカウンターでワンツー。それでも前に出るプレイオプラオにパンチをまとめるナダカ。動きが止まりながらも、すぐに前に出るプレイオプラオ。ナダカはしっかり見極めカウンターでパンチを当てる。 そして、なだかはロープに詰めるとパンチ、肘、前に出るプレイオプラ王になだかは左ロー、右ジャブ。それでもプレイオプラ王は左ストレートを当てる。オープンスコアはジャッジ3者とも10対9でなだか。